めっちゃストレス減った。うん、よし。課外授業。課外授業行きますか。行きましょう。お偉い人がたくさん。もうみんな集まってる。先生まだかな。おはよう。皆さんずいぶん早いですね。かっこいい。うん、あれ。皆さんごめんなさい。それじゃあ出発します。あ、スキンシップっていうボタンがありますね。これは、あ、違うか。そろそろ開場時間です。行きましょう。映画を見に行くんや。うん、あ、それじゃああっちに行きましょう。はいはい。あ、なるほど。スキンシップボタンっていうのがあるんですね。へえ。大丈夫。はぐれてません。なるほど。こういうことがあるんですね。席はあった。足元を気をつけて。なかなかちゃんとした映画。何を見てんの。全然これはシュールすぎません。ジャック・ニクラウスになんかプロデューサーがボーリング・フォー・コロンバインな。ボーリング・フォー・コロンバインですよね、これ。ね、あの人がインタビューしてんねんな。はい、そうですよね。ジャック・ニクラウスですよね、これ。ジャック・ニクラウスやわ。うん、になんかインタビューしてんねん。でもなんか殺人事件みたいな。よく寝た。こら、赤おじ。どうしましょう。あらすじを教えましょうか。はい。いやいや、それは助かります。君がいてよかった。やった。はいはい。ネクタイを直してあげましょう。はい、みんな揃った。なるほど。はい、大変よくできました。君たちと勉強するのは先生も楽しい。うん、皆さん、本日の優等生に拍手。はい。じゃあ今日はこれで解散です。皆さん、また学校で。うん、ただこの若林先生はいまいちよくわかんないですよね。まあね。どんな感じなんでしょうね。さあ。また勉強しますか、少し。はい、勉強しましょう。うん、あね、あかんな。あ、若林先生だ。ナイスネーム。あ、ニックネームですね。あ、ニックネーム、そうか。どうでしょうね。ドクター中尾王子、若王子にしましょう。ドクター若王子。はい。ひょっとして今の。ダメです。やっぱりなしです。なしなんや。じゃ。みんな気に入らないな。おかしいな。お、上がってきた。リッチ度すごいで、もう今度買い物に行かなかな、また。おお、出た。またすごいのが出てきましたね。もちろん夫人の妹。むやみに走ってはダメ。走らなくてよ。走らなくてよ。これはまたすごいキャラクターですね。うん、私は花椿姫子。姫子って呼んでね。はい。わかりました。もうあんまり近づきません。ちょっと近づきません。これは世紀のファッションリーダー、花椿五郎先生。そう、五郎先生は姫子のおじさまよ。だから。ファッションのことなら姫子におまかせ。あ、そうか、この人の買い物に行ったらいいね。いろいろ。ああ、なるほどね。おしゃれを教えてくれるんですね。そうですそうです。なるほど。それははい、じゃあ近づきます。普通は近づかないんで絶対。みんだけ巻いてる人。だいぶ巻いてますよね。デイジー呼んじゃおうかな。なんでデイジーなの。デイジーって映画あったな、昔な。花言葉は希望。希望、そして。無邪気。あなたにぴったりじゃなくて小悪魔のデイジー。もう思い込みの激しい人やなこの人。そう言われてもですよね。どちらにいらっしゃるんですか。ああ、この人のスターなんや。オールルームのお時間です。お急ぎください。あら大変、ごめんなさいね。姫子はもう行かないと。これいいものをあげる。またね。チャオチャオ。なるほど、名刺かな。カメリアクラブ、うん、よし、彼女と買い物だけは行こう。そうですね、友達にはならない。どうしたらいいんでしょうね。買い物まだこれメールが届いてます。あ、はいはい。なんかいろいろ来てますね。七海の浴衣フェア。これ絶対行かなあかんで。ブティック七海、よし。長い間やってるな。これはまたもう別。あ、そうですか。かな。ショッピングモール2階。で、夏祭りになんかデートする。なるほどね。そういうことですか。買い物に行きましょう。とりあえず買い物行きましょうか。はい、そうか、一人で行くんか。彼女と一緒に行くっていう選択肢がないんや。そうですね。そうか、ほんならまだやめときましょうか。やめときましょうか。あ、でも違うとこ行けるよね。はい、公園通り、公園通り行きましょう。楽しそう。ブティックソフィア、雑貨屋シノア。あ、でもなんか全部お店ですね、これ。どうやらね、うん、ショッピングモールだと。ああ、持ってたか。これは？これもブティックですね。あ、そうか。これ高いんじゃないですかね。あ、そうでもないか。まあまあですね。ちょっとまだでもわかんないか。ねえ。ありがとうございました。いえいえ。公園、あ、そこ行ってみますか。公園通りもでもブティックか雑貨屋なんです。あ、そうなんですか。はい。同じか。そうです。どれか買い物の店の選択肢があるって感じですかね。これは？これもショッピングモールの1階に行くか2階に行くか。なるほどなるほど。はい、はい、じゃあどっちかにしましょう。はい。いらっしゃいませ。でまた違う服が置いたんで、ほら、そうですね。素敵素敵、なんかすごいな。おお、めっちゃすごい。これにしましょうか。これいっとくか。なかなか攻めてますよね。これ攻めてますね。はい、アカデミー賞に行くような感じですね。よし、購入。はい、購入します。あ、高いね、これ20。オッケー。店用で。ありがとうございました。だから何度誘われても興味ねえから悪いけど。あそこの二人もしかして。お。嘘。本当はクラブに入りたくてしょうがないくせに。すごい組み合わせですねこれは。これすごいな。はあ。でも内心私には無理無理ってそう思ってる。違くて？違うと思うよ。全然違うと思うよ。どこをどうすりゃそんな妄想が湧いてくるんだよ。あら、ごきげんよう。ちょうどいいとこ来た。お、よかった、これで友達になれる、うん、ああ、ほらどっちかっつうとこいつのが向いてんじゃん、そのなんたらクラブな。あ、そういうことか。身代わりにされんねん、それいかんな。ちょっと待って、うん、まだちょっとデイジー早すぎるかな。あ、そうやな。何お前デイジーって呼ばれてんの。お怒りを受けてる。あら、笑うのベラドンナ。誰がベラドンナだ。とにかく私は興味なし。その割には可愛い服着てるよね。カメリアクラブは誠の乙女だけが集う秘密のクラブなの。名誉だとは思わなくて。人の話を聞け。そもそもどうすりゃこの私が誠の乙女なんだよ。とぼけてもダメ。卑弥呼には全部わかってる。わかってるんや。だから何が。今日のところは諦めるわ。じゃあね。ベラドンナ。デイジー。ベラドンナ。ベラドンナは嫌やな。嫌やな。ベラドンナ言うな。ほんまや。人事じゃねえんだよ。宝塚のなんていうの、男装の霊人的な感じで見てんのかな。そうですね。で自分のことはお姫様やと思ってるから。はいはい、男装の霊人や。なるほど、うん。ちょっとでも親しくなれたかも。そうですね。うん。どうしますかね。さあ、あとはリッチ度、気配り運動、有効演舞、また応援部いきますか。あ、応援団行きましょう。行きましょう行きましょう。あかんな。やったやったやった。イエーイ。あ、かなり増えた。あ、すごい。体育祭。もう秋になったんかってことが。お前さ、アンパンに夢中になりすぎだって。あ、取ったんや。半分に割ってプレゼントしよう。お、サンキュー。食い気に走ってるな、こいつも。そう、体育祭の時ってあんまり物食べられへんかったらアンパンもらったら嬉しいよね。そうですね。確かに。よろしく。なんだお前か。なんだとか言うな。ムカつく男やこいつ。家に帰ろう。はい、まあ、まだ6月ですね。そっか、はい、そうですね。まあまあパラメーター上がってきてますけど、また寝ますか少し。そうですか。いや、まだ大丈夫か。勉強しましょうよ。勉強しましょうか。やっぱり学生の本文とか言われるし。やったー。あ、寝ちゃった。あ、だいぶストレス溜まってきてるな。っていうことですかね。はい。あ、佐伯君だ。またニックネームチャンスですね。ニックネームチャンス。いや、次は当てるで。あかんな。どうしよう。もういっぺんギャグにしようかな。ギャグにする。さえてるって何一体。さえてるやからさえてる。さえてる。さえてるにするか。これ絶対無理な気がしますけど。ダメ？いやいや、絶対なんか嫌だって言いそうですけど。本当？さえてるにする。さえてるいきましょう。さえてるいきましょう。後悔したら嫌や。冴えてる。念のために。それは絶対ダメです。のことじゃないよな。くっそー。嫌だ。控えめに言っても嫌。それは嫌だね。くっそー。今の呼び方気に入らなかった。あかんなー。あ、試合よし。行こう。なんでしょうね、試合って。イエス。行きましょうか。よし。あ、応援するのかな。うん、応援。大東京高校。なんか強そうやな。負けるかな、大東京には。ほぼ完敗、歯が食い。つらい。ちくしょう。ちょっとだからクラブの練習しよう。はい、負けたから悔しいから、クラブの練習や。あ、いい子やな。お姉ちゃん、今一人？そっちに遊びに行ってもいい？もういいね。どうかしたのって。今日はお姉ちゃんの誕生日でしょ。いい弟やな。当たり前だよ。お姉ちゃんの誕生日をこの俺が忘れるわけないじゃん。ありがとう。というわけで、じゃーん。はい、バースデープレゼント。なるほど。はい。さあ、あとは何を増やしたらいいんやろな。気配りが少ないのか。気配りが少ない。気配り。友達と遊ぶってことかな。ね、東堂君と遊ぼう。はい。東堂君じゃないわ。あ、上がりましたね。上がりました。はい。さて、どうしたらいいのかな。まあ、バイトも入ってるし。うん。あ、テストがもうすぐあるんですね。勉強せんなんか。じゃあ、勉強しときます。勉強しよう。かんなあ、ドジや。ちょっと疲れちゃってる。そうやね。寝やんなあかんね、うん、よし、寝ましょう。はい。お、来ます、テスト。なんだこれは。お、なんだこれは。テストやな。まあまあできてるのかな。うん、いいやん。お、いいのか。おう。あ、でも佐伯君は成績がいいんですね。すごいな。90。東堂さんを超えてますね。うん。東堂はあんまり勉強しないね。うん、こんなもんかな。なるほど。もうちょっと勉強したいね、でもね。うん、優秀になりたい。もう少し休んでからしますか。あ、そうですね。もう一遍休んで、それからガンガン勉強しよう。はい、オッケー。はい。あら、あかんな。あ、おじい先生。またニックネームチャンス。よし、もう今度はマジで行く。はい。赤おじ先生っていうの嫌やな。若様。若様です。お、一緒に帰ろうと誘う、寄り道しようと誘う、一人で。いや、いきなり寄り道しようはちょっとハードル高いかな。一緒に帰ろうと誘う。はい。イエス。ムーさん。今帰りですか。お、よかった。スルーしてくれた。うん、ごめんなさい。あ、かんか。先生はまだ学校に用事があって帰れないです。残念。それじゃ気をつけて。なるほど。なるほどね。お、佐伯君だ。あ、ごめん。本当今行こうと。お前か。愛想作って損した。あら、これなんか違うやつがいる。うん。なんでもない。気にすんな。やば。あ、佐伯くん発見。ずるい。今日はうちらと昼食べる順番じゃん。へえ。あ、ごめんね。本当。今行くところだったんだ。そっちか。早く。なるほど。さあどうしますかね。さあまだ勉強ですか。勉強ですね。勉強、学力もつけよう。あれでしょあれ今日って部活の練習日だったような。あ、やばい。じゃあ部活やりましょうか。やった方がいいのかな。はい、どういうことなんですか。なんかよくわかんない。よくわかんないですね。あかんな。うん、そういえばもうすぐ佐伯君の誕生日。プレゼントどうしよう。プレゼント買いに行く。はい。どれですかね。うわー、大怪獣図鑑は絶対あかんと思う。貝殻細工の写真立てがいいんだじゃない。サンゴ礁、まあ、サンゴ礁ですからね、うん、はい、はい、ララなんだよこんなとこに呼び出して。俺に？なんで？いいな。うん。すごくいい。なるほど。お前、俺の好みよく分かってる。やったー。ああ。大事にする。よかった。なるほど。というようなところですけど、まあ時間もそこそこなので、はい、なるほど。なんかもう一行動ぐらいやっときますか。じゃあ、うん、僕学力もうちょっとつけときたいんだけどな。やっぱりこれあれですかね、佐伯君勉強できるから学力で攻めた方がいいんじゃないか。そこにこう近づいた方が気にしてくれるのと違うかなっていうのは、これ昭和的な考え方すぎるかな。でもありえますよね。うん、もうちょっとせめて60超えたい。はい、いえい、60超えた。まあ、そろそろ寝やんなあかんな。はい、寝ましょう。うん、さあ、魅力も増やしたいよね。そうですね。イエーイ。やったー。まあまあ言ってますけどね。まあまあ言ってますけどね。どうなんだろう。街とか行ってた方がいいのかな。あ、でもメールが来てる。あ、本当だ。花屋接客アルバイト。これはね、でも今3号車行ってますからね。ねえ。出かけるは今ないからまた応援団とか雑誌この頃読んでないけどな。あ、そうか。雑誌も行かない。うん、なんか情報を得てもいいかもしれない。はい、イエーイ。お、でも魅力が増えた。誰だろう。若王子です。お。来週の日曜課外授業をしようと思ってます。うん、参加者が少ないので来てもらえると助かります。おいえ。参加します。はい、よかった。じゃあ次の日曜遅れないようにしましょう。それじゃ自分のことや。ほんまやな。なるほど。でもするのちゃう。3番ブレントドレモンティーエアチーズケーキお願いします。はいはい。あれレアチーズはまだ残ってたかな。これでラスト2です。そう、お嬢さんが来てくれて助かってます。ね、これからもお願いします。はい。だいぶしっかりしてきたい。なるほど。あ、日曜日行かんなかん。そうですね。課外授業ですね。課外授業、あ、それそれ、行きましょう。行きましょう。おはよう。これで全員揃いました。それでなんか東京にありがちな感じの風景な。皆さん、並んでください。はい。中に入ります。はい。水族館です。うん。いやいや。カニの足は切れても再生するのか、これは知らなかった。はい。脱皮の時に再生するんです。知らなかったんですが、ずっと食べ続けられますね。はい。が可愛いと思います。うん。きっとそうだ。きっとそうだ。もっと早く知ってたら、ひもじい思いをしなくて済んだのに。うん。なるほど。はいはい。はい。みんな揃った。その勉強になりました、はい。よくできました。勉強熱心な子が多いと先生も楽です。いや、大変嬉しいです。はい。じゃあ今日はこれで解散です。はい。皆さんまた学校で。はい。これまさか先生から口説かれるっていうことが起こるんかな。それもあるんですよ。だから面白い。合宿って書いてあるんですよ。合宿？もう合宿行きましょう。行きましょうか。面白そう。夏合宿。なんか古びたとこやな。あ、そうか。この応援団の合宿ってことですね。はいはいはい。うわ、ストレスが高まってきた。似合わなあかん。そうですね。今日は私が食事当番だ。何を作ろうかな。この頃ね、名越はね、味噌汁に目覚めたんですよ。だしと味噌汁、もうね、自分で作った味噌汁がどれだけも、ああ、なんか見てる。ちょっと、デイジーだったのね。ひめこさん。ええ、私のカメリアクラブも夏合宿しているの。へえ、一緒なんや。誠の乙女になるための。とても厳しい合宿。そう。そう。食事を用意する暇もないほど。そうなんですか。そんなこんなで今日のメニューは何かしら。まあこんなとこにするんやったらデイジーのプーバッポンカリーって何？プーバッポンカリー。プーバッポンってなんかタイのカレーみたいな。あ、美味しそうやんか。はい。それにしましょう。はい。マッサマンカレーっていうのもあるよね。はいはい、あれもうまいね。はい、思い切ってプーパッポンカリーに挑戦します。難しそうなお料理ね。期待して待っちゃおう。あ、自分たちも食べるつもりや。広いな、こう食堂。ごちそうさま。姫子は。なんで。もう行かない。なんで泣いてんですか。ちゃお。美味しくなかったのかな。美味しくなかったんですね。いや、美味しかったんじゃないの。いや、プーパッポンがやっぱ難しすぎたな。そうか。今日は合宿の最終日。なんとか形になってきたわね。ね。これからもこの調子で頑張りなさいね。こんな人いるんや。少しゼロがついたみたい。さあ、家に帰ろう。あれ？なんだろう。何か落ちてる。これは。アンナはチアと伝統アイテムのせいのポンポンを。なんだこれ。すごい。どういうことなんでしょうね。すごいな。はい。とまず、はい。こんなところに一回。ね、いい感じになりましたね。ああ、寝やなあかんでもストレス。そうですね。あとメールも来てる。ガソリンスタンド設計。なんかガソリンスタンドもやってみたけどな。うん。なんか。あれですよ、東堂さんガソリンスタンドだった気がします。あ、東堂さんの方にちょっと行こうかね。っていうのもありですよね。了解です。はい、じゃあまた今度行きましょうか。はい。じゃあちょっとまあここでセーブしますかとりあえず。はい。寝てからにしましょう。寝てからにしましょう。でないとそのまま発信したらまたえらいことになるから。はい。忘れちゃいそうです。そう。あなたまた部活を休んだのね。あ、悪いけど退部してもらえない。そうか、寝てるとそうなっちゃうのか。そういうことか。なるほど。うっかりしちゃったな。チアリーディングでもあんまり向いてそうになかったもんな。まあそうですね。うん、いいんじゃない？はい、違うクラブもまた探そう。はい。じゃあこれでセーブで。はい。オッケー。どうですか、なんかなかなかキャラ強烈ですよね。そう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 。まあやっぱりなんやろ、カメリアクラブがいいよね。カメリアクラブはまあまあですよね。まあまあいいですね。はい。でも東堂さん気になるよね。そうですね。東堂さんなかなか素敵やんね。面白い面白い。はい。東堂さんのことはもうちょっと知りたいです。そうですね。はいはい。ということで、はい、また続きがあればということですが。ありがとうございました。はい、皆さん見てくださったら続きます。はい。じゃあ止めます。ありがとうございました。ありがとうございました。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。